手を分析しトレーニングで戦術を落とし込むことを重視する両チームには難しい条件と言えます。ただ吉原さん、札幌のキックオフです。画面の左から右に攻める赤と黒のユニフォームです。前線からチェックに行く白のユニフォームが大分トリニータです。深いボランチの深いがエリアの中、ルーカスワンタッチでアラノの奥です。まだある菅のミドルシュート、よく抑えの効いたファーストシュートでした。菅大輝です。沢から福森ダイレクトでチャラディップ、チャンスになります。ルーカスがカットインしていく、外を使った、ここにディフェンスの進藤がいる。進藤はシュートを打った、キーパームンキョンゴンです。積極的なディフェンダーです、進藤涼介。福森狙った、逆を狙いました。キーパーの逆をつきましたが、わずかにゴールの右でした。美しい軌道でした。そうですね、いいボールで本人も納得のようなキックだったんですけどね、少しかかりすぎましたかね。いう取れ方だとね、前につなぎづらいんでね、はい、でどこかで狙う。進藤が来たぞ、またその進藤シュート、キーパーが手で防ぎました。今日は前半の立ち上がりからこの3バックの右、進藤が積極的です。そうですね、少し、狙い澄ましたんですけどね、ムン選手左で1本でした。伊佐がプレスに来た、そして高澤奪った、チャンスになる。高澤持ち上がる、自分で行く、高澤がシュート打った、キーパーさんファインセーブ。ファーストシュートでしたが、しっかりと菅野はセーブしました。伊佐はニアサイドに行く、ファーサイドに高澤など、香川のシュートブロック、落ち込みました。大分トリニータ伊佐のゴール、今シーズン初ゴールが決まりました。2試合連続の先制成功、大分トリニータ。リーグ戦今シーズン2度目の連勝へ、前半のアディショナルタイムで先制です。このボールも本当にね良かったんで、このボレーですか、香川ですね、香川選手ね、インサイドで落ち着いて振らずにね合わせましたよね。ただそこの菅野選手反応したんですけども、伊佐選手この辺りの嗅覚といいますかポジショニングは素晴らしかったですね。ように応えた伊佐康平、今シーズンの初得点です。貴重な1点が決まりました。前半のアディショナルタイム、ラストプレーでした。前半が終了しました。ホームの札幌は画面の右から左に攻めます。さあ後半キックオフです。まだ1点差です。チャナティップドリブル、福森へダイレクト、速いボール、逆サイドまでいった、ルーカス、香川がつく、ルーカスシュート打った、足で防いだ、ムンキョンゴンナイスキーパー。ちょっとコース変わって、前の壁を越えませんでした福森、少し悔しさをあらわにしました。その福森へ上げた、アラノの頭、ゴール左、いや完璧でしたけどね、合いましたけどね、今ね消える動きして、ね、ニアに入ってきて動きも素晴らしかったし、こういったボールが吉原さん、当然大分としては増えてきますからね。そうですね、だから簡単にクリアするんじゃなくて、こぼれた、チャラティップだ、シュート打った、わずかゴール右。岩田の大きな、あここも伊佐が奪った、さあ抜けるぞ、進藤が絞る、伊佐が持ち上がる、中に折り返した、高澤シュート打つ、ナイスキーパー、ビッグセーブを見せた菅野。立て続けにチャンスが続く札幌、ショートコーナーで菅から上げます、競ってわずかゴール右、飛び込んできたのは新野でしょうか、選手ですかね、スターからのゴールに新野選手、まあちょっと入れたかったですね、ここはね。さらには左に田中、右に松本、その田中がつく、ルーカス間を通した、アンデルソン・ロペス、ルーカスへ抜けていった、シュート打つ、決めた、土壇場で同点、ルーカス・ペルダンです。7月の8日以来リーグ戦2得点目です、ガッツポーズ。思ったらね、この狭い間ですよ、ロペスとこのシュートもね、しっかりと狙い澄ました。
逆サイドにね、ここですよね、ワンタッチ入れて逆サイド、いや完璧でしたね、シュートまでの流れがね、トラップから、このトラップからシュート。キープした田中達也、高澤へ、田中達也スピードを生かす、出た、自分でいくか、打った、正面でした、菅野、片野坂監督も頭を抱えた。ここで長いホイッスル、両者ともに持ち味を出しました。